こんにちは、大手町議員の原橋です。今日全員協議会が役場でありまして、その内容を簡単に説明してみたいと思います。まず主なメインはですね、9月にある議会のスケジュールの確認ですね。9月の9日に、議会が開始されて、決算審議会、議会の中、間にですね、昨年度の決算を、私たちが審査します。2つのグループに分かれて、検査をします。それが13、14、15ぐらいですね。で、その後、9月21日に福岡県の議会の方に、傍聴に行ったりして、22、24が議会の最終日の日程になっています。なので今回5人かな、5、6人ぐらい一般質問の予定がありますので、それを見たい方は22になるかと思います。一応24日も一応議会の最終日ということで、今のところ予定が入っているという感じになります。また9月の補正予算のに新しく上がってきたものとしては、イオンの近くに新しくできたみんなの広場ですね。あそこの広場のトイレが今仮設トイレなんですけど、これを浄化槽がついているトイレにする予算が、燃焼法の方から上がってたんですけど、結構その汲み取りのトイレしかできないような感じだったんですけど、トイレをそのいわゆる公園とかにあるようなトイレではなくて、オープンにしてるトイレじゃなくて、公民館みたいな集会場みたいな感じにすれば、その浄化槽の規模が小さくても済むということで、集会場を作ってその中にトイレを置くという案に、変更したいということで提案を受けてました。それに関して私も実際使ってるですね、大きい AC の、いわゆる陸上のクラブの人たちとか、監督さんとかに聞いたんですけど、それはすごく大歓迎ということでですね、物を置く場所ができたりとか、するということで、すごく、浄化槽の方がですね、やっぱり使いやすいということで、すごく喜ばれてましたので、そのことを私も伝えてですね、基本的な集会場としてですね、立てていくような話に大体流れになっているところですね。三島保育園、イオンからちょっと筑後方面行って右側のあたりの保育園がもう建て直し40年以上ぐらいも経ってるそうで、建て直しをする予算がですね、確か3億だか5億だかちょっと忘れましたが、そのぐらいのお金で上がってました。もちろん国の方がですね、私半分かな出してくれるということで、ただ議員さんの方から、他の議員の方から質問があったのは、現在ですね、再生エネルギーの太陽光パネル発電とかを現在国でも町でも推してるのがあるので、その新しい保育園にしてもちゃんとそういうその省エネ設計、ゼブ化って言われてるんですけど、そういったものにちゃんと対応するような設計してるのかという質問に対しては、まだ、やってないということで、今からそういう検討もしていくというような話だったかと思います。あとはそうですね、アクアスのところに、ウォーキングコースを作る、確か300万ぐらいの予算があったんですけど、これに関してはですね、ウォーキングコースを作るのは作るんですけど、いわゆる健康器具は当初確か4、5台ぐらい置くような話だったのを、最大でも1台だけ置く、
また、照明ですね、夜間の照明とか、そういうのも、かなり最小限にした形でですね、計画を見直して、予算としてはもう通ってるんですけども、そういうふうに規模を縮小した感じでやるのを検討しているということでしたね。すごかったのが、役場の職員の方、今役場にはだいたい今100人ほど職員の方いらっしゃるんですけども、その方たちに、アンケートを取って、この4月からですね、新しい課の配置になったんですよ。結構統合したりした課があってですね、その課の配置を変えたことに対しての、アンケートを職員の方にやしてですね、これ匿名で回答できるアンケートをやって、いわゆる課とかの編成をし直したことによって、働きやすくなったか、変わらない、良くなったっていう、大雑把なですね、回答をして、コメントもいただいてるんですけど、大体は 30-40% ぐらい、半数近い人がですね、前とほとんど変わらないということで、どちらかというと、余計仕事が増えたとかですね、課長、副課長っていう新しい、タイトルをつける約束を作ったりとか、チームリーダーとかいろいろこう新しくやったんですけど、正直そのやることは変わんないけど仕事量だけ増えてしまって、逆にマイナスにいったんじゃないかみたいな意見もかなり多くてですね、私も、正直アンケートなかなか正直に書いてくれないんじゃないかなと思ってたんですけど、なかなかストレートな意見がたくさんあって、私も参考になりました。こういうのがあればですね、それを実際実行した幹部職、町長とか副町長等にしてもですね、改善を図っていく、声がですね、こういう大っぴらに出てきたわけですから対応しないといけないということで、私もこれはすごくいい、議会での試みだったなというふうに思っているところでした。ちなみにですね、今回も私一般質問をやらせてもらうことになってます。今回は私2番目に出番になってるので、9時半からね議会始まりますので、だいたい11時ぐらいに前後になるんじゃないかなというふうに思います。最終日かその前、前日22ですね、22か24になってます。今回もですね、題材は誰のための太陽光発電かということで、6月の議会の続き続編ということで、その時の6月の議会の一般質問の内容の中からつなげた内容を、質問提案をしていく予定ですので、ぜひ、お時間ある方はですね、役場3階の議場の方に来ていただければと思います。総務課の方から消防団の編成についての報告がありました。私も消防委員っていうのをやらせてもらってますので、成り行き等はですね、他の議員さんよりもよくわかってるので、まとめて、他の議員さんがわからなかったんですね、議会の方からも、議員の方からも求めて説明に来ていただきました。編成の方ですね、最初3つぐらい、本当は案があったんですけども、やっぱ実際結局的にはですね、団員の人たちの意見を尊重してですね、編成をするべき、数を少なくする、団の数をですね、でも消防団の人数はですね168人をキープして、倉庫とかいうのを徐々にまとめていくというような、流れの話をしているわけなんですけども、最終案、いわゆるその団のまとめる方としてはですね、意見がだいたい落ち着いたところなので、今後ですね、少しずつその、段階を追ってですね、編成を実際に実行していくということになろうかというふうに思います。参考としてですね、町長の方から挨拶の中であったのが、
その山の井川ですねの方のかさ上げ工事、まあ、5、6センチぐらいのコンクリートの壁を、まあ、あの筑後川からですね、城島の方からずっと大木町に向かって今工事をしてるんですけども、大木町のところまでまだあの工事が進んでません。城島の方の家を今も工事してるという感じなんですよね。ただまあ毎年こういうですね冠水が起きてますので、もうなるべく早くしてほしいということで、まあ町長を含めですね、要望を、まあ、県知事であったりとか県議の方にですね要望を上げてもらったということなので、まあこれで少しでもですね、まあもちろん業者さん実際に工事をやる人たちのあのまあ、人数とか、まあ、予算、まあ、そういったものが関わってくるとは思うんですけども、まあ、少しでも早くですね、つけてくれれば、まあ、あの災害が、まあ、床下浸水とかですね結構大きな町もありましたので、そういったものがなくなるので、まあ、要望として、挙げているという、まあ、報告がありました。本当に早くしてもらいたいですね。そうですね、午後その議員の会議が終わった後にですね、国民健康保険 の、まあ、あの委員会があったんですけど、まあ、その中でまあ大体、まあ、令和2年度もですね、まあ、赤字に、まあ、ずっと最近赤字が続いてるんですけども、まあ、赤字が続いてるとはいえですね、なかなかその保険料をですね料金をまあ上げる、まあ、町民の人たちに負担を増やすのはちょっと今のタイミングではちょっと、まあ、理解が得れない、またそういうことをまあやるべきではないだろうということでですね、保険料のを上げることにはなりませんでした。ただ5日はですね、これ真剣に、まあ、取り組まないといけないことかなというふうに思っているところでした。そうですね、以上になるかと思います。まあ、これ今ですね、今日ですねこんな暑い決算、昨年度の決算の書類をいただいてますので、それを今からこの議会が始まるまでの間にですね、目を通して、それをまああの、まあ、質問をしてですね、どうかおかしいところがないかを追及していくというのがメインになる議会になります。以上になります。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。